マージャン駅伝は、アベマ TV 社の主催によって行われ、同社のアベマ TV マージャンチャンネルにおいて放映されていた、マージャンの団体対抗戦である。各、プロマージャン団体ごとのチーム戦で実施され、各対局が異なるルールで行われるのが特色である。2017年と2018年の2度開催されたが、2019年は、 前年秋に開幕した M リーグ7チームとアマチュア連合から派生した藤田進チェアマン率いるチェアマンチームを合わせた8チームで対局する M リーグ駅伝として開催され、マージャンプロ団体対抗としての大会は一旦幕を閉じた。第1回は7月1日から生放送で放映され、日本プロマージャン連盟最高遺戦日本プロマージャン協会。 日本プロマージャン協会のトップ選手と、アベマ TV 代表取締役社長の藤田進が、率いるアマチュア連合の、K4 チームが参戦。優勝賞金300万円を争い実施された。ファーストステージからサードステージまで区間主位を取り続けたアマチュア連合チームが、そのまま逃げ切る形で、総合優勝。また、最下位の連盟チームは、次年予選からの参加となった。 第2回大会本選出場件をかけ、6月1日と6月15日に生放送で実施された。前回大会で最下位に沈んだ日本プロマージャン連盟は50歳以上のオーバー50チームと50歳未満のアンダー50チームに分かれて参戦。また、前回大会で出場のなかったルム・アサショウ連合ミューマイナスが参戦した。ルムチームが 前半2区間で最下位に沈んだものの、後半2区間で区間賞を獲得し、逆転1位となり本戦出場の切符を手にした。第2回本戦は7月1日から生放送で放映され、前年上位3チーム、アマチュア連合、最高位戦日本プロマージャン協会、日本プロマージャン協会に予選を勝ち上がったルムを加えた K4 チームが参戦。 前年、アサピンとして、アマ連合チームで参加した、朝倉更信は、最高位戦に加入したため、最高位戦チームとして参加。サードステージまでは、前回王者のアマチュア連合チームが好成績を収めていたが、ファイナルステージにて最高位戦チームが大量加点し、逆転優勝した。ありがとうございます。